皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2する日からやっていきましょう。あんたの成績はね、あんたにしては上出来じゃない。中の上ってところおめでとさん。やっぱ中の上か。そう、そういうわけで龍馬様、またご用の説は何なりとお申し付けください。ではさようなら。手間が省けてよかったじゃん、お互い。うん、ともちゃんって一体。って方法があるんだそうですか。よし、よく理解できたなお前。お前バッチリじゃねえか、輝いて見えるぜ。努力してりゃ結果は必ずついてくる。その調子で頑張れよ。はい、頑張ります。やった、褒められた。ん？電話？あ、水木さんからだ。はい、黒宮です。水木です。突然すみませんね。いえいえ、全然構いません。24日は空いてますか？空いてます。24日ってクリスマスイブ、何かあるんですか？急な話なんですが、夕方からファミレスでパーティーなんですよ。君も誘えたらと思ったのですが。え、私も行っていいんですか？その日はもう予定入ってる？入ってません。いえ、大丈夫です。せっかくのお誘いだもん、行っちゃえ。よかった、じゃあ OK ってことでいいですね。はいはい。まあ、あとそれからプレゼント交換もやりますから、何か用意しておいてください。はいはい。プレゼントか、何を持っていけばいいんだろう。シクラメンの鉢、チョコレート1箱、雪だるまのろうそく。ユータは絶対これだ。チョコレート1箱、よし、これに決定。プレゼントも決めたし、24日が楽しみだな。水木さんが言ってたクリスマスパーティーの会場はここかな。あ、いたいた。こんばんは。お、来ただね。これで全員揃っただね。みんな来てるんですか？私、ひょっとして遅刻？大丈夫。みんなが早く集まっただけだから、気にしないで。はあ、よかった。セールドルフの皆さんと一緒のパーティーなんて、私すごく楽しみだったんです。でも、声楽の私なんかが来て本当によかったんですか？来てしまってから何言ってるの？大いに盛り上がりましょう。そうだね。そうですね、じゃあ遠慮なく。なんで同い年の早川さんに敬語使ってんだろ。水木さんの隣に座る。ゆうたの隣に座る。よく来たな。はい。ああ、もう少し詰めるからここ座れよ。はい、お邪魔します。ジュニア選抜に向けて練習頑張ってるか？はい、頑張ってます。もちろんやってますよ。正直きついって思うこともありますけど。せっかく選ばれたんだ、ぼやいてる暇ねえぜ。はーい。気を引き締めていけ。ますます力をつけるいいチャンスなんだからよ。はいはい、ユータの言う通りだと思います。ああ、くどくど言って悪いな。いえいえ、そんなこと。お、プレゼント交換始まるみたいだぜ。用意できてるか？もちろん。プレゼント交換か、どんなのが当たるかな。どれにしようかな、神様の言う通り。よし、これに決めたもんね。中身はと。目覚まし時計だ。これはユータの贈り物か。ユータが目覚まし時計、どういうつながり？サンタの絵が描いてある、かわいい。ユータの時計とお揃いかな。だったら嬉しいけど。
私のプレゼントはユータがもらったみたい。喜んでくれるかな。それじゃあ私これで失礼します。お、ちょっと待て、俺も一緒に行くよ。あれ、いつもは選択肢が出るのに。パーティーどうだった？楽しかったか？楽しかった。楽しかったです。参加して正解でした。ならよかった。気になってたんだよ、声楽の方でもパーティーあったんじゃねえかって。どうだろう、連絡がなかったからな。気にしなくていいですよ、私が出たい方に出ていいじゃないですか。そりゃそうだが、ずいぶん自由な考え方だな。そうかな。声楽の連中は何か言ってなかったのか？いや、何も。これといってプライベートなことだからじゃないんですか？そんなもんかね。多分。ところでさ、こっちのパーティー出て楽しかったんなら26日と27日も来ねえか？え、なんかあんの？スクール組のメンバーで温泉で合宿するんだ。へえ、楽しそう。26日と27日ですか。予定もないし、じゃあお邪魔します。お前って本当俺たちと行動するのに抵抗ねえんだな。はい、全く。ならもう一つ思い切って言っちまうぜ。え、何？告白？俺のことをどう思ってるんだ的な？すぐに返事くれる必要はねえけど。おお、マジ？告白？お前セールドルフに転校する気はねえか？いやいや、ちょっと重すぎるわ。え？ユータルートの時も転校するの私？え？転校ですか？私がルドルフに？なんでよ。セールドルフのメンバーはお前を高く評価してる。絶対にそんなことはねえと思う。わあ、私を声楽から引き抜く気だ。ユータ、声楽にいるよりもずっといい線いけると思うんだ。水木さんも賛成してくれてるし。え、水木さんも？でも今は聞いてくれるだけでいい。返事はまた後でな。あ、はいはい、すぐには答えられません。そうだよね。ああ、よく考えてくれ。はい。でも覚えておいてくれ、俺はお前の転校を強く希望している。いやいや、生徒がさ、それを希望してもどうにもならないと思うんだけど。お、雪だ。今頃ホワイトクリスマスかよ。ギリギリ間に合ったって感じですね。何？ん？どうしたんですか？急に思い出し笑いなんかして。ついガキの頃思い出しちまったな。子供の頃ですか？昔雪の降ったクリスマスイブ、兄貴とサンタを見てやろうと思ってずっと待っていたんだ。ほう、藤先輩と？お互いが眠らないようにって兄貴の布団に潜り込んでな。何それ、かわいすぎ。かわいい。兄ちゃん眠いよ。めっちゃかわいい。このさ、布団の近くにある靴下って、あのサンタの靴下？これどう見ても白用の靴下でしょ。ユータ、頑張って、もうすぐサンタさんが来るから。可愛すぎる。てかこの二人、この子供の頃のキャラソンってあったよね？来たら起こしてよ。しょうがないな。じゃあ来たら起こすから、おやすみ。で、どうなったんです？気がついたらもう朝。枕元にはプレゼント。ああ、お決まりパターンか。見張ったポーズのままの兄貴にサンタを見たのかって聞いたら、兄貴のやつも眠ってやがった。後で聞いてみりゃ、俺が眠る前から目をつむりながら見張ってたって答えやがった。あ、そうなの？あの細い目に騙されたんですね。別に細くはないと思うけど。さて、こんな話はおしまいだ。あまり冷え込まないうちに帰るとするか。え、花火は？花火見に行かないの？はい。
ルドルフへの転校か。そんなこと考えたこともなかったな。いや普通は考えないでしょ。今日からセールドルフの人たちと温泉合宿だ。すっごいワクワクする。面白いことがたくさん起きるといいんだけどな。ああ着いた着いた。結構遠かったな。長旅は疲れるダニー。まずは一休みダニー。何を言ってるんですか。すぐに練習に入りますよ。遊びに来たんじゃないんですから。すぐに練習？まず今日は温水プールで水中歩行をしてもらいます。プールですか？水中歩行？腰などに悪い負荷を与えずに筋力をつけることのできるトレーニングメニューです。おそらく皆さんが考えているよりハードなメニューですからね。心してください。はーい。はい、頑張ります。水中歩行、年寄り臭い。プールといえば水泳ですよ。まあこれだよね。プールといえば水泳ですよ。そうだよな。やっぱプールといえば泳ぎたいよな。はい。水泳も悪くはないのですが、僕のシナリオ通りに進んでくれないと困りますね。そのシナリオ変更で。とにかく着替えて温水プールに集合してください。はい、解散。はーい。どうした？難しい顔で黙りこくって。温水プールで練習ってなんか変ですよね。変ってどこが変なんだよ。なんだかお風呂みたいで練習する気になれません。お風呂はくつろぐとこですよ。いやここはプールだよ。らしいといやお前らしい発言だね。ちょっと笑い方独特ですね。でも風呂だったら水着着ては入らんだね。まあそうですね。でも最近はそういうのもあるって話ですよ。あ、そうなの？小学生の修学旅行じゃ水着着て風呂入るのが普通だって聞いたことあるな。私の時はそんなんじゃなかったよ。普通に裸だったよ。体洗うのってどうするんですか？寮で暮らす俺たちにとっちゃ未知の文明圏だね。はいはい、無駄話はその辺にしてください。水木さんもう来てますよ。それではそろそろ始めますよ。はーい。はーい。この2つだけか。このトレーニングものすごいハード。プールから出た途端突然体が重くなった。まったく皆さんだらしがない。これじゃあ先が思いやられますね。どうですね、感想は。ちょっと疲れました。そうですね、これならご飯が2倍や美味しく食べられます。そっか、そういうことを聞いているのでは。そうなんですか。一本取られたダニさてと、お土産も買ったし今晩は何しよっかな。寝るまで時間ある？男どもが何してるか見に行こうよ。行こう。それ面白そう。行こう行こう。んなことどうだっていいじゃないですか。ユータ？あれ、ユータの声だ。何怒ってるんだろう。入ります。あ、もうお土産揃えたの？気が早いね。まあ何話してたんですか。外まで声が聞こえてましたよ。ユータ見るだね、真っ赤になってるだね。あ、本当だ。余計なことを言わないでください。言うだに、隠しとくのはもったいないだに。ユータはまだ恋をしたことがないらしいんだ。そうなの、ユータ。
わあ、言わないでくださいよ。テニス一筋、脇目も振りませんってやつだとは分かってたけどね。ここまでウブだと、もう天然記念物だに、真面目だに、立派だに。そう言いながら笑ってるじゃないですか、先輩。だってさ、これが笑わずにいられる？ユウタ、もう中二でしょ？もう完全にお母さんじゃん。ねえ、君もそう思うだろ？え、私ですか？嘘、中学2年にもなって？私もまだなんですけど、いいじゃないですか、それぞれでしょ？まあこれだね。いいじゃないですか、それぞれでしょ。優等生の答え、なんか匂うだね。お前自身はどうなんだね。え、私ですか？変にかばっちゃってさ、怪しいぞ。君のタイプ聞かせてよ。好きになった人がタイプです。え、どうして私の話に？まさか言えないのか、ユータと似た者同士とか。貴重なデータだに。優しい人ですね。ワイルドな人です。背が高い人です。まあユータはこれかな。ワイルドな人です。どんなのがワイルドなんだ？試合に負けないやつか？どうだろう。テニスしてない人でもピンときたら構いませんよ。そしたらユータ脈なしだと思っちゃうじゃん。じゃあ水木は全然論外だに。そうですね、そうですね。そんなことないですよ。まあ私はそうだけど、このルートはこれだ。そうですね、水木さんはちょっと苦手です。なるほど。はあ、いつからそこにいただに。どうぞそのまま続けてください。正直でいいじゃありませんか。僕は構いませんよ。え、あ、はい、あ、はい、なんかごめんなさい。その、よく話を聞いてください。ほら、私って田舎者で。俺、シーラネット。ユウタ、待ってよ。水木がどうのって言ってたの、この二人だけだよ。え、ちょっと。まあ、いいですよ。僕は忙しい身なので、ここで失礼しますよ。あ、はい。できれば、もっとテニスの足しになる会話をしてほしいところですけどね。水木さん、水木さん。相当動揺してるわね。え、もしかして水木さん私のことを好きだったりとか？関係ないけどね。今日で温泉合宿も終わりか。楽しい時間ってやっぱり短く感じるな。さて皆さん、今日で合宿も終わりですが、気を抜かずに頑張りましょう。はい。最終日くらい終日自由行動にしても損はないだね。損はありませんが、得もありませんよ。いや、しかしだね。よせよ柳沢、水木は欲張りなんだよ。分かってるじゃないですか、僕は欲張りなんですよ。そうですか。それでは今日のメニュー、今日はインドアテニスで汗を流してもらおうと思います。はい。ペアを作ってもらいたいのですが、誰と組もうかな。水木さんと組む、ユータと組む。お前とペアを組むのは初めてだよな。本気出していくぜ。はいはい、最初から飛ばしていきましょう。こういう組み合わせも面白いね。合宿ならではって感じでさ、手加減無用だよ。はーい。ユータと組めばどうなるか楽しみだね。あっと驚かせてみせますよ。私とユータのコンビは無敵ですから。
試合結果は、キャー、私ってすごい、こんなうまくいくとは思わなかったよ。君たちさ、実は相性バッチリじゃないのか。え、そうですか。うまくいったな。はいはい、ユータとの相性もいい感じでした。俺もそう思う。いつかまた一緒にやろうぜ。はい。さあ、そろそろ帰りのバスが出る時間です。荷物を持って集合してください。はい。こうして温泉合宿は終わった。セールドルフの人たちとの合宿、こんな楽しく過ごせるなんて思ってなかったな。遠慮しないで味見してくださいよ。減るもんじゃなし。減ると思うけど。いいの、たくさんあるって意味なんだから。さあどうぞ。そうか、そこまで言うならちょっくら。おい龍馬、お前もだ。これはどうですか。どうですか。うちの味そのものだな。指導が良かったってこったな。まあ悪くはないか。そうですか。まだまだだけどね。龍馬くんの言い方、まんざらでもないってことだよね。おばさんに感謝。まいったな。新年の決意を神様に報告しようと思ったのに。神社ってどこにあるのかな。ん？あれ、ユータから電話だ。はい、黒宮です。明けましておめでとうございます。よっ、正月の朝から元気いいじゃねえか。はい、お正月ですもん。それにいいお天気で気持ちいいじゃないですか。まあそうだな。ところで今から初詣に行かないか。行く。ああ、それすっごくいいです。行きます行きます。で、どこに行けば。おいおい、お前もそろそろこの町の周辺くらいは覚えた方がいいと思うぜ。あ、はい。そうですね。じゃあ今からメールで地図送るからな。はい、ありがとうございます。はい、わかりました。ユータと初詣だ。面白そう。面白そう。お、人多いですね。おしゃれ。そうか、毎年こんな感じだぜ。あ、そうなの。ユータ、毎年初詣来るんですか。え、なになに、どうした。ユータ、そんなことより、ほら、俺たちの番だぞ。お参りしようぜ。あ、はいはい。何をお願いしようかな。もっと体調が良くなりますように。もっとテニスが上達しますように。ユータと親しくなりますように。そなたの願い、しかと聞き届けた。え、今の声って。うん、今年はユータともっと仲良くなれそうな予感がする。おい、聞こえるか？どうしたんだよ。はい。え、あれユータ、私どうかしました？覚えてないのかよ。話しかけても返事しなくなるし、びっくりしたぞ。あ、ごめんなさい。え、そうだったんですか。昨日越前と夜更かしでもしてたんじゃねえか。いや、そんなことはしてないと思う。そんなことしてませんよ。ならいいけどな。せっかくの初詣なんだ、ビシッと行こうぜ。はいはい、一年の刑は元旦にありって言いますからね。いい言葉知ってるな。俺の一年の刑をな、今年こそ打倒正確だ。お、言うたらしいです。実は俺さ、今日ここには家から来たんだよ。え、そうなの。てか、お正月に音楽変わるの初めてだ。
帰ってたんですか。家族の人たち喜んだんじゃないですか。藤先輩も。まあな。あ、言っとくけど家が恋しくなったとかそんなんじゃないからな。わかってる。兄貴とこれまでのことを話し合ってみたくなったのは確かだけどな。あ、そうなの。お話したんですか。いろいろ話した。ずっとなかったな、あんなに長いこと話したのは。そっか。で、思ったんだ。何を。兄貴のことばかり追いかけて俺はいろんなものが見えなくなってたってな。うん。兄貴だけにこだわってたってのがなんかガキっぽく思えてきちまった。うん。もちろんこれからも兄貴は目標だぜ。うん。けど目標は一つでねえといけねえってわけでもねえだろ。そうだね。お互いもっともっと上を目指していこうぜ。はいはい、頑張りましょう。そっか、ゆうた、先輩と仲直りしたんだ。結構時間かかったな。今年はいいスタートになったな。はぁ、すごい人混みでちょっと疲れたな。あ、私宛ての年賀状が来てる。どれどれ。藤先輩の年賀状だ。うん、さりげなくおしゃれでセンスよくっていかにも藤先輩って感じだね。海道部長の年賀状だ。部長っておしゃれ。字も女の子みたいに綺麗だし意外と貴重めなとこが出てるな。あ、ゆうたからだ。ふっ、字が間違ってる。同じ兄弟でもほんとタイプが違うよね。めっちゃ見たい。みんな個性が出てるよな。嘘、3通?てやー、私1枚も出してない。やば、返事くらい書かなくちゃ。うん、微妙。年賀状少ないってことは好感度が低いってことだよね。そんなことないと思うんだけど。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。